皆さんこんにちは。ご覧いただき誠にありがとうございます。こちらは図書室からお送りしております。ここにはですね、小説や図鑑、辞典、雑誌、あとは部活に使えるさまざまな図書が置いてあります。また高校生が利用しやすいように流行りの新刊や漫画、ライトノベルなんかも置いてあります。図書の利用だけではなく、自学スペースとして活用している生徒もいます。え、ここ送信しか利用できないじゃん。そんなことないです。特進の子たちも学びの城や他のところから検索だったり貸し出しだったり利用することがちゃんとできるので安心してください。皆さんもぜひ菅生高校の図書室に一度お越しいただき、お気に入りの一冊を見つけてみてください。さよなら。